こんにちは。こんにちは。今日もあの天気がいい午後ですけれども、ご飯食べましたか？不要不急ということでお家でおそば食べました、はい、私もお家で焼きそば食べたところです。では今日ご紹介いただけるものはどんなものでしょうか？見えますかね、こういう漫画です。これは創世の大河という森浩二さんの漫画です。これがネアンデルタール人、これが現代の日本からタイムスリップしてしまった大河という男です。大河という男は当然ホモサピエンスで、はい、この違い分かりますかね？ホモサピエンスとネアンデルタール人。習いましたね、ネアンデルタール人、ダール人は。地球がありまして、ここがアフリカですよね。はい、アフリカ指してるのは見えない。アフリカ。はい。ここで人類が誕生して、何度かアフリカを出てます。あ、出て、何度目かにここに住み着いたのがネアンデルタール人。その間に、ここでまた進化して、移っていったのが、ホモサピエンス、我々なんです。へえ。だから共存していた時期があるわけですね、ここで。はい、ここっていうのはそのヨーロッパの付近ってこと？ヨーロッパ、はい、ヨーロッパの北の方にネアンデルタール人がいて、もうサピエンスが次第に落ちていって、はい、全く今では入れ替わってしまった。それはなんで分かれ道でそんなに人種が変わっちゃったんですかね？アフリカを出た時に個体群と、はい、ここで変異した時の個体群とは全く別のものが出ていって、ここで何らかの形で起きて、はい、ネアンデルタル人がホモサピエンスに入れ替わったと。その入れ替わる過程の描いた漫画で非常に面白いです。なるほど。それは事実ってことなんですか、今の研究では？まあ事実です、うん、その入れ替わったのがこの漫画みたいに血で血を争うような構想だったかどうかは分からない。うん、あの僕らの先祖から枝分かれした一番近いのはゴリラ、チンパンジー、ボノボと木に住んでるけれども、うん、もし何もしなかったらボノボもゴリラもチンパンジーもおそらく消えてしまう。これは別に僕らが猿たちと交渉したからじゃなくて、生活環境を変えていく中で滅びていくいろんな生き物たちと同じ運命をたどったり、でネアンデルタール人に関して言えばおそらく今の人間の中に吸収されてしまった可能性が非常に高いです。吸収っていうのはつまり僕らの遺伝子の中にネアンデルタール人の遺伝子が含まれて、遺伝子によって違うけれど、アフリカに残ったこの黒人たちにはそのネアンデルタール人からの遺伝子が入ってないんです。このヨーロッパからアジアの人種にかけてはネアンデルタール人の遺伝子が含まれていることが分かって、実際にはもう荒廃してしまって個体数が非常に少ないネアンデルタール人が消えてしまったんじゃないかというふうに、まあ、言われているわけです、まあ、それでもこの漫画としてはそういうところはこう抜いてドラマチックに全部書いてますので、あの非常に面白く読むことができます。確かにその事実と違うこともあります。あのネアンデルタール人は大体大きくても15人ぐらいの群れで、サピエンスの方は100人超えた群れで生きていたと言われてますので、こんな大体群で襲ってくるということはないと思うんですけども、設定として非常に面白い漫画だと思います。それは週刊か月刊か？あ、これはですね、月に書いてるイブニングっていう雑誌です。これのしかも2週間に1回、月1ですね。これはあの本にはなってないんですか？あ、なってます、単行本で。あのお宅にも探せばあると思います。借りましたっけ？います。借りたんでしたっけ？あなたが買いました。買いましたか？決めたので、もう何年も前ですけど。探してみます。今日は漫画でしたね。もう一度題名が何でしたっけ？創世の大河。創世の大河、おすすめ本でした。そうです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。